こんにちは。完全に夏バテ気味のスタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、おしゃれ初級者の方におすすめの鉄板夏服ベスト5グローバルワーク編ということでお届けをしたいなと思っています。まあそれにしても毎日めちゃくちゃ暑いですよね。こうなるとなかなかおしゃれのことって気が回らなくなりがちだと思うんですね。僕自身もおしゃれは大好きですが、夏時期はどうしても手抜きがちになってしまうんですね。そんな時に必要最低限のおしゃれさを実現してくれるような、そんなアイテムを今回は5点選んでみました。今回はおしゃれ初級者の方に向けてアイテムをご紹介したいなと思っていますので、まあどれもベーシック定番的なものが多いかなと思います。まあ中でもですね、今回はグローバルワークですね、ここに特化をしながら、なるべく予算を抑えながらですね、皆さんにアイテムをご紹介していきたいなと思っています。使うのはグローバルワークと、あと先日ですねお店の方にもお邪魔しましたグローバルワークスマイルシードストアですね、この2つのショップを使いながら皆さんにご紹介をしたいなと思っています。まあ、ユニクロだとか GU も使おうかなと思ったんですが、結構今時期だともう新しい新作が多くて、結構夏に使えるものの在庫がかなり不安定なので、今回はグローバルワーク系列でなるべく予算を抑えたですねアイテムを皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、夏っていうのは秋冬と比べてあんまり重ね着をしないですよね。まあ、やるとしても T シャツの上に半袖シャツぐらいの重ね着になってきますので、そうなるとアイテム選びがめちゃくちゃ重要で、1点ずつのアイテムを失敗せずに選べれば、あとはボトムスとトップスの組み合わせがですね大外しさえしなければ、まず NG コーデになるということは少ないかなと思いますので、まあぜひ皆さんもですね今回の動画を参考にしながら、まだ持ってないものだとか買い足したいものがあったらですね、今後の着こなしを参考にしていただければなと思っています。今回5点のアイテムをご紹介するんですが、そのうち3点はセール価格になっているので、割とお手頃にゲットすることもできるので、まあ、そのあたりも含めて有益な情報になるかなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的におしゃれ初級者の方に向けておすすめのですね夏の鉄板アイテム皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目は大人の男性であれば1枚は持っておきたい半袖シャツですね。さすがに暑すぎると T シャツ1枚のスタイルが多くなりがちなんですが、まあ、その中に襟付きのシャツですね1枚ぐらいは持っておいた方が小綺麗な着こなしが実現できるのかなと思います。僕も外遊びが大好きなので、休日に家族と外でガンガン遊ぶ時にはもちろん半袖シャツなんかは着ません。半袖の T シャツに短パンのスタイルが多くなりますが、ただ室内で過ごすことが多いようなお出かけの際なんかにはやっぱり T シャツ1枚のスタイルよりは襟付きのシャツが1枚あった方が小綺麗に見えるので、そういったスタイルを僕は好んですることが多いです。ぜひ大人の皆さんにも半袖の T シャツももちろんありなんですけども、今回ご紹介するような半袖の襟付きのシャツもですね1枚用意していただきたいなと思っています。まあ、そんな中でおすすめしたいのがですねこちらグローバルワークスマイルシードストアのリネンライクシャツ半袖というものですね。価格は3960円のものがなんとセール価格になっていて2970円ということで、かなりお買い得になっているかなと思います。このアイテムですね実は先日こちらお店に行った時にですね実際に着たアイテムなので皆さんも見覚えがあるかなと思います。レギュラーカラーの襟がついたシンプルな半袖シャツになっているんですが、サイズ感は少しゆったりめになっていますので、程よくトレンド感は出せると思いますし、体型がちょっとぽっちゃりしてきた大人の男性にもうまく体型を隠すことができるので、そういった点で見てもすごく使いやすいようなサイズ感に仕上がっているかなと思います。両胸にはポケットがついていて、これも着こなしの良いアクセントになっているんですね。僕は結構このポケットのディティールは大事だと思っていまして、夏の着こなしどうしても着用点数が少なくなっていく中でシンプルになりがちなんですが、このポケットがついていることで視覚的な一つのアクセントが作れるかなと思います。カラー展開は豊富になっていまして4色あるんですがほぼ全部いいんですね。その中で個人的にお勧めしたいのがまずはダークネイビーですね。これはですねメンズにとって一番ど真ん中のベーシックなカラーなんですね。着るだけでシャープに見えるし、ネイビーという自体の清潔感だとかそういったところが表現できるので、まあ、このネイビーがまずはベースになってくるかなと思います。今のところ S から XL までサイズちゃんとありますので、これ2970円で買えるのは非常にバランスがいいと思います。素材感はリネンライクのちょっとシャリ感があるような風合いなので、夏らしくて軽快な雰囲気もありますし、通気性に優れていて夏でも結構快適に着やすいんですね。でシワにもなりづらいっていうところ、ここがですね本物のリネンとは違うところなんですね。
まあ、本当のリネンって結構シワになりやすくて、そのシワ感が味だと思うこともあるんですが、一方でちょっとだらしなく見えることもあったりするので、リネンのシャリ感というところはうまく活かしながらも、実際の素材は化繊というところでシワになりづらい、このようなアイテムって意外と多くなってきてますし、使い勝手がいいので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、ネイビーがベースなんですけども、次におすすめなのがチャコールグレーかな。この色合いもすごく良くて、実際に試着をしたんですが、ダークグレーということでシャープな都会的なグレーなんですが、その中に少しグリーン味も感じるような曖昧なダークグレーになっていまして、この色もめちゃくちゃ良かったです。皆さんにいつもご紹介しているようなブラック系のイージーパンツなんかで合わせてもいいですし、ホワイト系のパンツでも合います。このあたりはネイビーに関してもダークグレーに関しても白パンは合うんですけども、非常にこの色味も良かったので、ぜひですね、ダークグレーまだサイズこれも残っていますので、チェックをしていただきたいなと思います。そして意外とですね、ダークブラウンというカラーですね、これ失敗するとすんごいおじさんっぽく見えがちなのが茶系の色合いなんですが、ダークブラウンということで深めなんですね。なのでコクがあって人との違いも出せるんですが、やぼったく見えないような非常に良いダークブラウンに収まっていますので、これもですね、かなりいいんじゃないのかなと思います。これもサイズちゃんと揃っていますので、ぜひこちらのシャツはですね、2970円というのはコスパ最強すぎますので、夏の着こなしの綺麗め部門のですね、代表的な1枚としてぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目なんですが、先ほどは半袖のシャツをご紹介しましたが、その内側に着るものですね。ちなみに今回ご紹介するアイテムはですね、全部組み合わせることでコーディネートがいくつか完成するように構成していますので、ぜひそのあたりも楽しんでいただきたいなと思うんですが、半袖のシャツの下に着るべき T シャツなんですが、今度はグローバルワーク本体のですね、抗菌クリーンティーですね。これはですね、使い勝手良くて、僕も1枚持ってるんですね。こちらにあるのがパープルの色味のものなんですが、これもね、すごく使い勝手が良かったです。素材は USA コットンを使っているんですが、そんなに生地が厚さがあるわけではなくて、割と快適に着れるような適度な厚みになっていまして、表面にですね、微光沢があるんですね。この辺りもとても上品な仕上がりになっているのが、個人的には素晴らしいなと思うんですね。で、普通のシンプルな T シャツってどうしても地味に見えがちなので、胸にポケットがついていること、これも結構大事なポイントだと思っていまして、いわゆるベーシックなポケティなんだけども、素材の質感は上品に見えるので、1枚でもしっかりと様に見えるような、そんな1枚に仕上がっているかなと思います。まあ、サイズ感に関しては適度にゆとりがあるんですね。だけどもゆったりしすぎなかったりだとか、袖の長さですね、これも最近は腕の関節よりも長いものが増えていますね。ユニクロ E のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツ、このあたりも結構長めだったりするんですが、そこまで長すぎないので、大人の男性が着ても違和感がなかったりだとか、そんなにトレンド感が強く出すぎなかったりするので、シルエット的にも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、カラー展開が非常に豊富で、このあたりどれを選ぼうか結構迷いがちかなと思うんですが、考え方として重ね着のベースとして着るのか、もしくは単体で使いたいのか、この2つで選び方が微妙に変わってくるかなと思うんですが、例えば僕が持っているようなちょっとパープルなんかは色自体が結構綺麗なので、これ自体を1枚で着てもちゃんと主役になるような、そんなアイテムになっているかなと思います。もちろんこの上にネイビーの半袖シャツだとかダークグレーの半袖シャツも合うんですね。そんなに主張が強くないようなパープルになっていますので、意外と相性はいいかなと思うんですが、こちらは1枚でも重ね着でも使えるような、そんなですね、便利な色合いになっているかなと思います。よりベーシックに使いたいということでしたら、こちらオフホワイトですね。これはもういわゆる白 T 的な感覚で、非常に使い勝手がいいかなと思います。白 T みたいなものって1枚で着るのも様になるんですが、実は僕は1枚で着るよりは重ね着のベースぐらいの方が使い勝手がいいかなと思うんですね。失敗するとシンプルに見えがちなので、個人的には重ね着でオフホワイトを使ってもらうのがいいかなと思います。もしくはグレージュですね。このあたりも結構使いやすいかなと思います。白 T よりは少しですね、グレーが混ざったような色合いなので、1枚でも様になりますし、重ね着のベースとしても使い勝手がいいと思います。このあたりもおすすめですし、あとはですね、重ね着のベースとして結構使いやすいのがオフボーダーですね。これなんかすごく使い勝手が良かったです。特にネイビーの半袖シャツとこのボーダーですね、割と細かめのボーダーになっているので、大人が着ても子供っぽく見えすぎないというところがバランスがいいので、これ2つ合わせるのも非常にいいかなと思うので、ぜひですね、こちらの抗菌クリーン T シャツに関しては、1枚だけじゃなくて2枚ぐらいあってもいいんじゃないのかなと思います。定価が3520円だったものが2816円ということで 20% オフになっているので、かなりお手頃かなと思います。接触冷感機能も効いて
ていますので、そのあたりも含めて機能性の部分で考えても使いやすいので、まあ、ぜひ皆さんもこちらの T シャツ何枚かチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、今度はグローバルワークスマイルシードストアの方から選出をしてみたんですが、サマーニットポロですね。こちらも使い勝手いいんじゃないのかなと思います。1枚で重ね着をしないで着る際にどんなものが該当するのかというと、やっぱり T シャツなのかポロシャツなのか、この2択になってくるかなと思います。まあ、その中でポロシャツは襟がついているので T シャツよりもちょっと小綺麗に見えるというところが非常にですねバランスのいいポイントなんですね。でそのポロシャツの中でも素材感でまた見え方が変わってくるんですが、こちらのニットポロに関してはより上品に見えるので、1枚やると結構大人の男性には使い勝手のいいようなそんなアイテムになってるかなと思います。でサイズ感なんですが、このようなポロシャツというのは昔ながらのちょっとタイトな感じだとややおじさんっぽく見えがちなので、ちょっとだけでもゆるさを出してあげた方が今のトレンド感も程よくミックスできますし、体のラインを拾わないので結構大人世代には使いやすいかなと思うんですけども、こちらのニットポロはまさにちょうどいいような程よいシルエットに仕上がってるかなと思います。袖もですねある程度長さがあることで二の腕ですね、この辺りが見えるとすごくですね清潔感が出しづらかったりだとか体型がもろに現れてしまうので、できればこの二の腕あたりは隠しておきたいんですが、そこまではちゃんと腕の長さもあるのも非常にありがたいポイントかなと思います。カラーに関してはネイビーとグリーンとグレー、この3色あるんですが、個人的にまず推したいのはネイビーですね。ある程度おしゃれ初級者のうちはベーシックカラーをうまく取り入れた方が良くて、ネイビーのポロシャツというのはポロシャツというおじさんっぽいアイテムなんだけども、その中にネイビーという濃い色を入れることで適度にシャープさが出せるのでおじさんっぽく見えることがないんですね。そういった点でもすごく使い勝手がいいかなと思います。続いて結構このグリーンもいいんですよね。深めのダークグリーンで色自体が綺麗なので、これもおじさん見えしないというところですごく使い勝手がいいかなと思います。色自体が華やかなので、このグリーンのポロシャツを着た時にはボトムスをブラックだとかダークグレーだとか濃い色で収めてもらえれば、結構このグリーンのニットポロも使い勝手がいいかなと思うので、少しアクセントをつけたいなという方はこちらでもいいかなと思います。ただ1点だけ懸念点として、ニットポロというところで家庭でのですね選択はしづらいのかなと思ったんですが、こちらは家庭用の洗濯機でもガンガン洗えるような素材感なので、そのあたりも安心できるようなポイントかなと思っています。価格は2970円だったものが 18% オフで2420円になっていますので、このあたりの価格も気軽に取り入れやすいかなと思いますし、意外とニットポロってなかなかいいものが見当たらないんですね。グローバルワーク本体のサロンドグローバルワークのニットポロとかもめちゃくちゃいいんですけど、結構もう在庫がなかったですので、そんな中でこちらのスマイルシードストアのサマーニットポロはかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、ボトムスですね。これもすごく重要なんですが、今回はグローバルワーク本体のアーバンスラックスエアーのですね、色は僕が一押ししたいのはグレーの15番ですね。これが使い勝手が非常にいいんじゃないのかなと思います。ブラックの09番もすごくいいので皆さんにお勧めしたいんですが、結構僕のチャンネルの中では何度も何度もお伝えしてきてますので、すでにお持ちの方もいらっしゃると思うんですね。グローバルワークのものではなくてユニクロの場合もあると思いますし、グリーンレベルのものを持っている方もいらっしゃると思います。その場合はブラックをですね使っていただきたいなと思うんですが、まだですねこういった軽めの夏に適用したようなパンツを持っていなければ、アーバンスラックスエアのグレーの15番はすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。もう説明するまでもなく、グローバルワークの中で売れに売れているような名作のシリーズになっているんですが、夏仕様ということで非常にですねライトで履き心地もすごくいいんですね。僕は結構ボトムスって季節ごとにあんまり買えない方なんですよ。あんまりたくさんの量を持ちたくないなと思う方なので、できればほぼ通年で行きたいんですが、とは言っても夏はめちゃくちゃ暑いので、夏に適したボトムスを履くとですね普通のボトムスには戻れなくなります。それぐらいですね薄めの生地感のものは1枚持っておくと便利かなと思うんですが、素材感はいわゆるこうウールに見えるような上品さがありつつも、実際は化繊なのでストレッチも効いてますし、携帯安定性が高くてシワにもなりづらいというようなプラスの面もたくさん持っているので、そのあたりも含めてすごく使い勝手のいい一本に仕上がってるかなと思います。中でもこのグレーというのがすごく色
合いが良くて、ブラックのパンツもいいんだけど、夏だとちょっと重たく見えるかなと感じる方もいると思うんですね。まあ、そんな時にブラックほどは重たくないんだけども、色としてちゃんと引き締まるので、清潔感だとか上品な雰囲気というところはうまく兼ね備えているグレーというのはすごく使い勝手がいいかなと思います。先ほどご紹介したネイビーの半袖のシャツだとか、ネイビーのポロシャツ、あとは T シャツもですね、様々な色合いとグレーのパンツというのは非常に相性がいいので、この1本があれば結構ブラックの代わりにもなるかなと思うので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、今回ご紹介はしてないですが、例えばオリーブだとかベージュだとか、そういったアースカラーのようなシャツとも結構グレー系のパンツというのは非常に相性がいいので、1本あるとあらゆる夏の着こなしに使うことができるので、このグレー系のパンツ1本あると便利なのかなと思います。こちらセール価格にはなっていなくて5940円なんですが、シルエットはいわゆる今のトレンド感をしっかりと抑えたようなワイドパンツではなくて、太ももには適度にゆとりはあるんだけども、膝から下テーパードというところで非常に大人の男性のスタイルをよく見せてくれるような、そんな仕上がりになっているのが嬉しいポイントかなと思っています。まあ、今回は特におしゃれ初級者の方におすすめのアイテムということでご紹介しているので、あまりゆとりを持たせすぎずにですね、すっきりとスタイルをよく見せてくれるようなこのアーバンスラックスエアが非常に使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元ですね。今回ご紹介したいのはサマミエコートスニーカー5940円ですね。まあ、いわゆる白系のシンプルなスニーカーです。スタンスミスだとか白レザースニーカーだとか、そのような文脈と同じようなもので、こういったものをグローバルワークでも買うことができます。でこちらは本革ではなくて、いわゆるエコレザーというものなんですね。ですので本革がいいなという方は、いつもご紹介しているようなグリーンレベルのジャーマントレーナーですとか、あとはコンバースのオールスタークップ、このあたりで十分かなと思うんですけども、なるべく一つのお店で上から下まで全部揃えたいのであれば、グローバルワークにもこのような白系のシンプルなスニーカーがあるよということで、今回ご紹介をしたいなと思っています。まずこのような白系のスニーカーというのは、季節を問わずに使えるというところでは非常にメリットがあるんですね。本当であれば夏の着こなしの中にはサンダルだとか、あとはグルカサンダルだとか、そのようなちょっとですねアクセント要素があるものもご紹介したかったんですが、おしゃれ初級者の段階であまりですね足元攻めてしまうとちょっと難しかったですので、まずは今回ご紹介した着こなしに合う鉄板のものとして白系のスニーカー、間違いがない選択なのかなと思います。まあ、価格面もリアルレザーに比べると、このようなエコレザーのものだと1万円以内で買うことができるので、最初の試作としてはスタートしやすいかなと思うんですね。こちら5940円ということでセールにはなっていないですが、比較的買いやすい価格帯かなと思います。最近のエコレザーはよくできているので、パッと見はそんなにですね本革との違いは感じられないかなと思います。それよりも大きいのは気分の問題ですね。リアルレザーを履いている方が気分が上がるという方も確かにいらっしゃると思うので、そういった方はちょっと価格が上がってもちゃんとしたものを買った方がいいと思うんですが、なるべく予算を抑えたいだとか、あとは機能性ですね、そのあたりも重視したいのであれば、軽量で抗菌消臭機能もついていて、なおかつ撥水効果もあるというところで結構機能性も充実してるんですね。そのあたりを考えればかなりコストパフォーマンスが高いのは間違いないかなと思うので、このようなグローバルワークのエコレザーを使った白系のスニーカーもあるんだよというところも頭の片隅に置いていただければなと思います。すでにお持ちの方だとか、もうちょっと予算を上げてでも良いものを持ちたい方は、ぜひ他の僕の動画を見ながらですね、白系のスニーカーも揃えていただければなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれ初級者の方に向けて、グローバルワーク、スマイルシードストア、この2つのですねグローバルワークのブランドを使ったアイテム紹介をですね皆さんに5点させていただきました。まあ、中にはですねセール価格になっているものもありましたので、ぜひ皆さんもですね気軽に夏の着こなしをお楽しみいただければなと思います。今回ご紹介したアイテムさえあれば、基本的にはどう組み合わせてもそんなに失敗することはないかなと思います。まずはトップスのバリエーションとして、半袖のオープンカラーシャツがあって、普通の T シャツがあって、なおかつポロシャツがあるということで、かなり綺麗な場面からカジュアルな場面、そしてその間の場面までしっかりとカバーできるような、そんなバリエーションが揃っていると思います。でボトムスはグレー系のアーバンスラックスエアをお勧めしましたが、これがあることで3種類のトップスどれにもほとんど合ってしまうので、1本持っておくだけでもかなりいろんなコーディネートは組めるのかなと思います。それに対して足元が白系のエコレザーのスニーカーがあれば、全ての着こなしにバチッとはまりますので、かなり夏の着こなしもバリエーションを楽しみながら、少数精鋭の服だけでもですねお楽しみいただけるのかなと思っています。つい夏の着こなしは暑くて手抜きをしがちですが、ぜひ皆さんも今回ご紹介したアイテムを使いながら、夏の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています。
これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなか解説することはできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドの情報に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えしていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをリアルタイムでどんどん出しています。僕の方でも毎日投稿していますし、僕以外の専門家スタイリストの方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。